地元で取った木でそれでそれを使ってやるっていうことが、これがやっぱりね、あ、この年波の良さじゃないかね。だからもう山や、これからずっとね、春先から秋口までもう山歩いて、今度はどの木を倒そうかなっていうのをそれ見て歩いておかないと、ね、それで10月末になると紅葉が始まると木も水を吸い上げなくなるから切れるわけですよね。だから10月末から11月に雪の降る前に山から木を倒して丸太で持ってきて、ここで割って乾燥させてっていう、その作業に入るんですけどね。